OK, Google. 明日の天気教えて。明日の立川は最高気温15度、最低気温9度で曇り時々雨でしょう。OK, Google. 今日のニュースは？最新のニュースをお伝えします。テレ朝ニュースから今日15時14分のニュースをお送りします。今日東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は355人でした。先週の日曜日と比べて42人増えました。感染が確認されたのは10歳未満から90代の355人で、先週の日曜日より42人増えました。直近7日間の1日あたりの平均は 389.7 人で、前の週の 111% となりました。年代別に見ると、20代が最も多い102人、次いで30代が76人で、重症化リスクが高い65歳以上の高齢者は合わせて29人でした。重症の患者は前の日から1人減り47人となりました。J-WAVE ヘッドラインニュースから今日17時のニュースをお送りします。Headline News brought to you by 日本電気ガラス。白血病からの完全復活を目指す競泳女子の池江璃花子が代表選考会を兼ねた日本選手権の 100m バタフライで優勝しました。 400m メドレーリレーの選考基準を満たしたため、この種目でのオリンピック代表に決定です。西村経済再生担当大臣は、新型コロナウイルスの首都圏での感染状況について、変異株にやがては入れ替わる想定をしながら対応していると述べました。一方、宮城、大阪、兵庫の3府県では、明日からの1ヶ月間、まん延防止等重点措置が適用されます。東京都内で新型コロナウイルスの感染者が新たに355人確認されました。大阪府での新たな感染者は594人で、6日連続で東京を上回っています。大型コンテナ船の座礁事故が起きたエジプトのスエズ運河で、足止めされていた船舶422隻が全て通過しました。エジプト当局は、通常の運行状況に戻ったとしています。オリンピックの聖火リレーは岐阜県での2日目が行われました。ホッケーの聖地とされる各務原市では、女子日本代表候補の10人が登場したほか、マラソン金メダリストの高橋尚子さんが故郷の岐阜市を走りました。以上、庄司がお伝えしました。Okay, 日経から。ありがとう。こちらこそありがとうございます。12時半のニュースをお送りします。Okay, もういいよ。